プレミアリエムズ。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。プレミアムチャンネル V のプレミアリエムズでございます。皆さん、覚醒閻魔持っていますでしょうか？僕は持ってます。てか前回の動画で闇ガチャである閻魔ガチャを回したんで、覚醒閻魔の限界突破はマックスです。ということで、覚醒閻魔ゴミなんだって今。ん？どういうこと？っていう方いるかもしれないんですけども、なんか何かしらのバグで覚醒閻魔がクソ弱くなってます。はい、ということで、本当に弱くなっているのか検証していこうと思います。ということで、まずはちょっとね、今10周年イベントやってるんですけども、ここに行っちゃうとちょっと著作権バリバリ引っかかるんで、あんまり動画では出していかないんだよね。うん、ってことで、釣られたローモルでもやっていこうかなと思います。はい、妖怪ウォッチ X です。妖怪ウォッチ X、 まあ点っていうか分かんないけど、これ持った状態で、はい、こんなパーティーでいこうと思います。ヤシャエンマフェス不動魔で、なんだってこれ、天地師エンマだっけ、なんか忘れたけど、なんちゃらエンマと、暴走エンマ宿と、覚醒エンマですよ。問題の覚醒エンマ。こいつの覚醒エンマの必殺技がクソ弱くなってるらしいんですよ。なんか普通にね、デカプニで打った方が強いみたいな、そんなバグになってるらしいんで、試していこうと思います。覚醒エンマ、でも SS でも覚醒エンマって本当に人権キャラレベルで強いんで、ということで、ちょっと、ここ、あ、やばい、これ、すぐやられちゃうんじゃね？もしかして。ちょっとダメダメ。すぐやられるのはダメ。これダメだ。すぐやられますね。進まないと私は思っている。ちょっと選ぶステージをミスりましたね。ここはちょっと選ぶステージをミスりました。はい。別なステージに行きましょう。まあね、桜町ぐらいだったら全然大丈夫だと思うんで、ちょっと桜町で試していこうと思いまーす。ということで、まずは、貯めないといけないわ。ちょ、強えな。あ、やばい、相手すぐやられちゃう。すぐやられちゃう。結構ね、妖怪ウォッチ X プラス、もう全部エンマなんで、めちゃくちゃガチガチに固めてるんですけども、これでも弱いのかっていうのを検証していく。まずはデカプニを作ります。サイズ11ぐらいでいいんかな、確か。こんな感じでいいでしょう。サイズ14です。サイズ14で打つとこんな感じ。おう、2208ね。はい。で、溜まってないと。溜まってない。溜まってない、溜まってない、溜まってない。溜まってない、溜まってない。溜まってない、溜まってない。ちょ、エンマ全部エンマだけど。100エンマ。よし、いきまーす。はい。おっ、弱っ。え、これ妖怪ウォッチ X にして全部メンバーエンマだよ。種族エンマなのに500ぐらいしか出てなくね？弱くね？なんでこれ？バグ？嘘？こんな弱くなってんの？もう普通に打った方が強いやん、これ。じゃあちょっと最後メンバーを全部覚醒エンマにしてやっていこうと思います。ということで、桜町に行きまーす。桜町じゃない、桜住宅街に行きまーす。で、三つ股の土、こいつでメンバーを覚醒エンマに全部変えて、で、打ってみたいと思います。ということで、やっとメンバーを全部覚醒閻魔にできました。よし。ということで、早速打っていこうと思います。いえ！どう？600の壁を越えない。俺は怒ったぞ！フリーザーどうやら私を怒らせたみたいですね。では見せてあげましょう。すべてバフを使った真の覚醒閻魔の姿をね、できました。これが真の覚醒閻魔の姿ですよ。見なさい。メンバーをすべて覚醒閻魔にした状態ですべてのバフを打っていく。そうすることによって覚醒閻魔の真の力を引き出すことができるのだ。黙れ！どうだ？ 600 超える？ 2187！ お分かりいただけただろうか。